マジでうるせえ、上の階の人。ガチでうるさい。もう報告したよ。で、管理会社からも再度注意を行いましたって、この間メール来たんだけど、ご相談いただいておりました騒音の件で該当の方へ連絡がつきまして、注意喚起いたしました。同じような騒音が聞こえたことがあるとのことでしたが、集合住宅のため周囲へのご配慮いただくよう改めて注意喚起しております。恐れ入りますが、少し様子を見ていただきますと幸いです。よろしくお願いいたします。いや、もうこの時間にうるさいの結構やばくない？いや、足が悪いわけじゃないと思う。歩く足音だね。足音だね、完全に。歩く音と、あと、椅子をガガガガガって引きずる音。ソファーとかに座ってさ、ちょっと試してやってみるけどさ、こうあるじゃんか。で、椅子がちょっとこんな感じで高めで、こうやって座ってて、こうわかる？こうちょっと、座ってて立ち上がるときに、ドンって、ちょっと飛ぶような感じの足音が、ずっと続いてる。そんな感じ。で、しかも一番きついのが、同じところで、こう、ドン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 、みたいな感じで、何回も連続で来る。のが本当に辛い。しかもこの時間にだよ。今22時47分だけど、この時間に来るんだよ。ガチでひどい時は夜の1時半とかに来る。で、例えばその時俺が配信してたり、ゲームしてたりだったら、まあ100歩譲って、まあ、譲んないけど、まあ、5億歩ぐらい譲って許せるけど、寝てる時それ来て起きる時あるんだよ。そう、それがね、ガチで辛い。しかも朝方5時とかも同じ感じなんだよ。マジでやばい。この話を俺は管理会社にもう2回してる。体重3桁超えの方？いや、もう、そうなったら、もう引っ越してもらいたいね。俺が引っ越す、いやでも俺、割と、この家からね、割と出たくないんだよね。だからノイキャンのイヤホンとかを、つけてたら、多分、こう配信とかしてても気にならないとは思うんだけど、寝るときってやっぱさ、イヤホンとかヘッドホンとかつけて寝るとさ、寝返り打ちづらかったりとかさ、結構こうなんか、耳がこう圧迫されてさ、痛くなったりとかするやんか、イヤホンとかでも。そこは好みの問題になっちまうから、なんとも言えないんだけど、あまり好きではない。イヤホンつけながら系は。そう。こっちがなんかするのがおかしいんだよな。でもね、多分ね、上の階の人ね、多分だけど、軽くリノベーションして住んでるんだよね。上の階でめちゃくちゃ工事してるって話、俺ちょっとしてたんだけど、まあ、してたんだよ。上の階の工事が。ウィーンって音がめっちゃうるさかったりとかしてたの。いや、結構辛いんだよな。なんていうの。起きててもさ、どんどんして不愉快なのにさ、これさ、もうあえて動画化しよう。俺今まで配信でこの話何回かしてきたんだけど、動画化しなかったのよ、あえて。でちょっとさすがに動画化しよう、これは。じゃあコメントで教えてくれ。どうしたらいいのか。俺も割と辛いんだよね、結構。もう改めておさらいするけど、3月末ぐらいから上の階の人の騒音は結構やばくなってきた。で、多分3月の下旬頃に入居してきたんだと思ってる。俺は。んで、どんどん、こう、今鳴ってたんだけど、どんどんどんっていう風な感じのやつは、だいたい夜。夜21時とか20時あたりから始まって、で、そっから断続的にあって夜の1時半とかまで続く。で、管理会社に俺は2回連絡して厳重注意をお願いしますっていう風なことを言ってるけど治らない。今後の俺が考えてる策としては、一応匿名でちょっとうるさいですと、夜間っていう風な、ちょっと手紙じゃないけど、そういうのをポストに投函しようって思ってるのと、でも本当にもうひどかったら警察呼ぼうっていうのは考えてる。ちょっと、そこを踏まえて、もうこれ今動画化してる前提で話すけど、動画を見てくれてる人に、ちょっとどうすればいいかっていうのを、あえて聞きたい。
自分はそういう経験した時こうしたら良くなりましたよとか。で、あとなんでそんなにうるさいのかっていう理由もちょっと知りたい俺は。で、もし仮にさ、まあいたしてたりとかしたら、二人暮らしとかでね、いたしてたりとかしたら、まあ言えないのは百歩譲ってわかるんだけど、でもさ、やっててさ、ギシ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 いう感じ、このこんな感じだと思うんだよ多分。今ちなみに地震じゃないです、俺が今揺らしましたデスクを、だと思うから多分それもないと思うんだよな。足音な感じ、もうまた今も鳴ってる、本当にやばい。ある程度の音は仕方がない。例えばスマホを落としてしまったとかの音だったらもう仕方がないけどさ、な、物を落としちゃったとかさ、もうめちゃくちゃ疲れすぎてベッドにそうダイブしてしまった時の振動音とかは、まあそれは許せるじゃん、やっぱ。でも俺今の家よりも壁とかなんか薄いところに住んでた時あったんだけど、その時よりひどいね、今一番ひどい多分。すごいよ、マイク拾ってないかもしれないけど今すっごいどんどんいってるよ。一回感度上げる？ちょっと待ってね。今これちょっとここで話すけど、今これマイクの感度をインターフェース側でマックスにしてる。聞こえる？ちなみに俺一歩も動いてないし、俺の家のものは一つも物音立ってない。これで自作人だったらやばいでしょ。聞こえてきた？まあ、多分今感度をすごい上げたから聞こえやすくなってるっていうのもあるかもしんないけど、多分結構これが、マジで断続的についてくる。多分余計な音とかも入ってると思うよ、感度高くしてるから無理やり。
今全部聞こえた？これも。ガチでやばくない？ガチでやばくない？これ、ずっとこんな感じ。マジでずっとこんな感じ。ちょ、ごめん、ムカついてきたわ。ムカついてきたわ。こんぐらいやんないと静かになんないんだよ。